ロードアメリカのレースが今終わりました。まあ、残念ながら15位フィニッシュということで、まあ、最終的には2ポジションしかね、上げられなかったんだけども、まあ、でもスタートはね、かなり頑張ってポジション上げたし、まあ、リスタートでも、基本的に今日は順位を落とさなかったと思うんですけど、ちょっとね、ピットストップでポジションを落としてましたね。それがやっぱり辛くて。で、まあ、イエローをうまく使うことができなかったので、まあ、そこでうまく入っていったね、グラムとかに抜かれちゃったんだけど、まあ、まあ、コース上で抜くことはできませんね。大きく抜くことはできなかったけども、でもまあ、チームとしてはね、たくさんのポジティブな要素もありますし、次のね、ミドオハイは、しっかりと数日後にテストも行ってから行きますので、また頑張っていきたいと思います。